今日も走りますか。今日は2019年の1月の14かな14日月曜日朝の9時29分です。中西マンの家から帰ってきたところです。最寄り駅ですね。よろしくお願いします。おはよう、みーすけ。遠かったな。足立区は遠いよ。寒い寒い、だいぶ良くなってきたな。朝起きた時ね、背骨が痛かったんだけど、ちょっと治ってきましたね。寝違えただけだったのかな。今日天気あったかいね、比較的。うわ、ゴミ回収終わっちゃったよ。最悪。段ボールいっぱい出したかったのに。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、おはようございます。おはよう。寝てないよ。今帰ってきたんだよ、中西マンの家から。のんちゃん、ただいま。のんちゃん、段ボール急ぎだ。のんちゃん、段ボール寝てたか。早く急がないと。あれ、スタンドがねえな。サメちゃんの彼女さん、ゴミ回収早いんですね。うちはお昼にゴミ回収来るよ。ニンニさん、おはよう。のんちゃん来たんだね。おはよう。のんちゃん、段ボール急げ。プラスチックも段ボールの日だっけ。
っしょ。みんなごめん。みんなが死んだ。スタンドがねえな。よいしょ。あ、来てる。なんか早く。ダンボールと缶。缶。ダンボール。なんかなかったっけ？どこになかったっけ？こちらにさ、スマートフォンホルダーない。はい、すいません、バタバタして。どうも。走り行こうね、ゴミ回収。疲れた。みんなお疲れね。さっきはお疲れ。わちゃわちゃしてたね。キングさんはドツ。はい、はドツ、おはよう。三原キングさん、おはようございます。はい、おはよう。よろしゅう。おはよう。ロードワーク行こうか。今日だよな、合ってるよな。今日14、14日、今日だね。
走ろう。準備しよう。俺のジャージしんないの、んちゃん。んちゃん、ジャージしんない。はい。おはようペコ。いいね、いい天気だね。おはよう。はい、太陽浴びて。おはよう。ボンデイヌさん、おはようございます。はい、みんなおはよう。誰だろう。ポンデさん、おはよう。ボンデイヌさん、お出かけですか？トレーニング？あ、ロードワーク。走りですね。ロードワークですね。トレーニングです。パパッと走ってパパッと終わろう。ボンデイヌさん、成人。成人？成人？何、成人って。どうした？のんちゃん走ってくるよ、俺。はい、行きます。見えてるかな。なんか曇ってんな。行ってくるね。はい、行きましょう。
ハピネスアットうなちゃんおしさん、かずみち先生はどつおう。はい、はどつ。おはよう。今日もね、トレーニングしたいと思います。今日でロードワーク8日目かな。5キロ走ります、いつも通りのメニューですね。全ちゃん未来さん初見おはようございます。おー、全ちゃん先ほどはどうも。一睡お疲れっす。今帰ってきたところっすね、僕は。よろしくお願いします。全ちゃんミクさん、ありがとうございました。無事でよかったね。無事でよかった。何分から走り始めようか。準備運動しっかりやんないとね。お腹がだいぶ引っ込んでる。カメオさんはどつ。はい、はどつ。カメオさん、やっぱり痩せてくるもんね。痩せる痩せる。毎日5キロ走ってたら痩せるよ、そりゃ。っていうかね、びっくりしたの。昨日パフェ食ったの。パフェ最後まで食えなかった。ステーキでお腹いっぱいになっちゃって、のんちゃんがびっくりしてたよ。もう一口食べて満足しちゃって、残した半分ぐらいでもう吐き気がしたもん。甘いのも立ってるから。顔もすっきりしてるでしょ、だいぶ。たかちゃんさん頑張って。ありがとう。顔もだいぶ痩せたんじゃないかな。お腹周りもだいぶすっきりしてきたよ。カメオさんより目がシャキッとしてる。目は変わんねえわ。スタカさんはどつ。おい、どうも。全ちゃん未来さん頑張ってください。失礼しました。はい、頑張ります。ありがとうございます。カメオさん、捨て頃には本当にいい戦い方だったら3は勝ってほしい。もしよかったらね、走り始めたから1分経過したら、1分経過、2分経過ってタイムキーパーやってくれる人いるとありがたいですね。ぜひぜひ。たかちゃん、3毎日のロードワークは絶対に裏切らない。そうね。もし手空いてる方いたら、走ってる最中1分経過したよ、2分経過ってどんどん書いてって、かぶってもいいんで、 2,3 人手空いてる人だけでいいです。ちょっとやっぱ背中痛めてんな。じゃあ25分から走り始めましょう。今日は25分から。この前のタイムが33分30秒でしたね。3分30秒。
でもだんだん縮まってきたね。最初50分かかってたから、いい兆候にはある。ハピネスアットウナちゃん推しさん位置についてまだまだ25分から。みんなこれから仕事かな？今日休み？三原キングさんまた来ますね。ハイボールさん捨て頃は見せ物ですよね。まあ工業だから見せ物じゃないの。それはハイボールさん次第じゃないの。ハイボールさんが見せ物だと思ったら見せ物だし。さあ、あと2分か。あ、腰痛い。さん怪我だけは気をつけて。そうね、背中痛いのが気になるね。ちょっとね、痛てあと1分か。じゃあ誰かタイムキーパーお願いします。ロードワーク8日目、5キロ行きます。今日もよろしくお願いします。25分スタート。誰かタイムキーパー1分ごとに計算してください。よろしくお願いします。で、行きます。ロードワーク頑張って。
がとう。
ありがとう。
ハーフです。ありがとう、アロンさん。ハーフです。18分かかってたのが早くなったね。18分から行きましょう。あと25秒。ハンナ南風さん追い越されたよ。息戻す。あと10秒。追い越されたよって。行きます。アットウロアラロモ38分経過。いや、19分でいい。ハンナさん、ありがとうね。ハンナ南風さん、失礼いたしました。いや、とんでもない、ありがとう。田中さん、みんな花火投げてあげてよ。ハンナ南風さんで、田中さん、田中さん、こんなに頑張ってるよ。ありがとう。
田中さん気持ちだけでいいのでアイテムお願いします。あっとうろあらろ32分経過。ハンナ南風さん田中さん見本お願いいたします。なおトミーオソークリームを30個プレゼントしました。田中さんありがとうございます。あっとおろあらろ323分経過。 OK。ありがとう。田中さんありがとうございます。田中さんさすがです。あっとおろあらろ324分経過。
頑張れ。ありがとう。田中さん、ありがとうございます。アットオロアロン327分経過。ありがとう。残り何分？田中さん、ありがとうございます。田中さん、本当ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。田中さん、本当すいません。ゴール。30分台。戻ってきたね。田中さん、最近まで携帯も使えなかったので。戻ってきたね。田中さん、お疲れ様です。お疲れ、ありがとう、アロンさん。お疲れ様。昨日より3分更新。ハンナ南風さん、田中さん、応援よろしくお願いします。ご苦労様。戻ってきたね。最初50分かかったけど、ちょっとね、30分切れなかったけど、だいぶ戻ってきたね。ヒロ君さん、久しぶり。久しぶり。のジェスチャーをするて色白の肌。イエスイエスイエス。よし、まあ今日良かったんじゃないかな。30分30秒よしよし、悪くない。左膝が痛いね、ちょっと今日は。はあ、だんだん戻ってきたな。お疲れ様です。
ふう疲れた。疲れた。みんなタイムキーパーありがとうね。対戦相手が2キロ毎日走ってるってどうやってるの？でとりあえずなんだけど、セゴの2の時は30秒切って5キロ毎日走ってたの。テルからは4キロ走れって言われたの。だからいやもう5キロ走ってるから5キロ続けるって言って、とりあえず最初の1ヶ月は5キロ毎回30分切るタイムで走るっていうのがまず目標、体力を戻すっていう感じかな。でそっからは5キロより走るっていうよりも瞬発力を上げるために 100m ダッシュとか階段上りとか他のメニューを追加しようと思ってる。だからとりあえず5キロを走るのが日課、毎日欠かさない、起きたら必ず5キロで今月中に30分走り切る。ベビーダノンさん頑張って、ありがとう、頑張る。でそっからダッシュを5本追加とか 50m ダッシュから始まって、で最終的には 100m とかそういうメニューでやろうかなと思ってますね。まあでも本当はね1週間以内にもっと、はあ、疲れた。どちらかというと、ロードワークは足腰の地ならしと肺活量を戻すって感じかな。呼吸土台作りですね。だから別に走るのが多くなってもあんまり強さと関係ないんで、ボクシングは。それよりも瞬発力を上げるためにダッシュ入れたりとかシャドウ入れたりとかした方が多分有効だと思ってます。今そんな感じです。まあもっと追加できるようになったらトータル10キロ、5キロとかでもいいし、それはまだ考えてないかな。とりあえず体戻したい。そんな感じですね。OK でしょうか。市や無産皇居の周り1周が5km だよ。信号なくて走りやすいよ。皇居はねちょっと遠いかな、ここはね坂道なんですよ。見たらわかるけど奥が見えないでしょ。でこっち側は高低差がすごいあるのね。奥下ってるのわかるかな、すごいアップダウンが激しいから足腰鍛えるのにちょうどいいんですよ。結構なんだろう、ぐーって下ってる感じかな。わかる？下ってるの下の方、あそこから上り坂下上がって、で今度ここが丘になっててさらに降りるんですよ。アップダウンめちゃめちゃ激しいんですね、山手通りは。信号が多いのもちょっと難関なんですけど、そこは呼吸整えて早めに走るっていう坂なんですよ。緩い坂なんですよね。緩くはないか、結構山手通りの中野坂上の方ですね。だからまあ
通に走る30、あの普通に走る5キロよりはきついっすね。坂なんですよね。皇居1周が5キロか、ちょうどいいコースだよね。皇居はもうランナーのメッカだもんね、都内だと。でもね、もう足腰は筋肉痛にならなくなったんでいい感じですよ。ただもう少し心肺機能を上げたいですね。呼吸が苦しいんで、それがちょっとね、あと10日間ぐらいのテーマかな。でもスピードは間違いなく徐々に上がっていってるんで、スピードは最初50分だったのが47分になり、42分になり、40分になり、37分で、33分30秒で、今日30分30秒、悪くないペースだと思います。まあまあいい感じですね。リコさん、みやびさんに勝てる。勝つためにやってんすよ。和田地さん、おはよう。おう、和田地、おはよう。いい天気だね、今日。リコさん、歩いてるだけだろ。はい、なんすか、失礼っすね、あんた。いきなり来てうざがらみですか。協調さんはどう、お前頑張れよ。おう、ステージ、お疲れ、元気、早く俺のステージに来いよ、待ってっかんな、お前ならできるよ。メトロ地下鉄内さんはドツブラックガールブックス。おう、メトロさん、お疲れ。バルちゃんさん、試合まで禁煙してみれば。煙すげえ出てるけど大丈夫これ、煙だらけだけど。すげえ古い原付きなんだろうな。ハンナ南風さん言ってる。今日疲れたな。リコさん、負けるよお前。うざい、リコってやつ、消えて、あの迷惑だわ。あんた失礼だから、いらない、うちには。他の人に迷惑だから、ごめんね。みんな、秋俊弘太さん、和道さんのパンチ痛いって原田さんも言ってたから大丈夫です。政治協調さん、絶対ビビんなよ。リコさん、映画出して。今日ね、朝からね、事件だったかんね。でもひどんなさんとね、お話できたし、よかったよ。中西も会いに行って無事でよかったね。
今日この後はあのカメラの方のあれなんで、ちょっと配信があんまりできないんですよ。だからちょっとトレーニングして、もうちょっとしたらお風呂入って、そのままカメラの仕事行ってきます。金の問題じゃねえわ、映画は。金の問題じゃない。みんなのロマンだから。ポカリ飲んで水分補給して、一服して茶道をやりましょう。背中が痛いからね、あんま痛めないように軽めにフォーム確認だけだね、今日は。その分走るの追い込んだんで。え？ああ、そっかそっか。段ボールが回収されてねえな。なんだろう。空き缶は回収されてるけど。ただいま。ドキュメンタリー映画ってな、それただの配信じゃん。生活され流してるだけじゃん。ドキュメンタリーでもなんでもない、そんな俺のただのライフワークだもん。映画は映画でちゃんとやるよ。配信で見れるのは映画でやる必要ないからさ。今ね、背中痛めてるから軽めにやるよ。KP、そうだね。
アメジン、あれだ、アメジンもういないか。シェイクか。ああ、万太郎ありがとうね。助かったよ、今日。ごめんね、朝方配信中なのに。じゃあ行くか、シャドウ。悪いね、配信中邪魔しちゃってごめんね。無事でよかったよ、中西マン。へらってんな。すげえな、ワンタロウツイキャスで100人も集まってんだな。ツイキャスでうまくハマったんだな。まあ努力、毎日コツコツやってたやつは報われるんだよ。最近ワンタロウ頑張ってたもんな。インド行って帰ってきたから。もうあれじゃん、ドカソのあのいじりできないじゃん。よいしょ。ワンタロウありがとうね、あと石。楽しみにしてるよ。空いてる時、あのまさかね、ワン太郎にネックレス渡した男がワン太郎からネックレスをね、インドから買ってきてくれるとは。やるか。よしやるぞ。カズーンさんは敵サイド、敵のセコンド。よし、軽めのシャドウでね、背中ピキってるんで。そうだよ、みやびさんのセコンドになった。だから教わることが、おお、松平さんありがとう、バーガー、アイテムアザース。俺のセコンドテール、そう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 、よく知ってるね、ハンナちゃん。黄色いパンツ、カズンさんのあの現役時代のパンツだからね。でもだいぶ腹引っ込んだよ。ほら、ぼっこり出てたのが引っ込んだ。多分これ捨て頃、次の捨て頃割れるんじゃないの。普通の体にね。体重はね、65キロまで絞ろうと思ってるんで、一番動ける体が62キロなんだけど、あんまり落としすぎると体重差がハンデになるから、65キロで行こうと思います。長谷川穂積さん見たんだ、いいな、俺の憧れのボクサーだよ。へこませてないよ、うん、ほら、へこませたらこんな感じ。ほら、普通へこませてないよ。長谷川穂積さん本当の天才だからな。
カズンさんがね、ホズミさんの先輩なんだよね。ああ、ホズミくんだって言ってる。俺は日本のボクサーで好きな畠山さんだね。あと長谷川穂積さん。あれだっけ、ワダッチはあのボクシング大好きなんだって。なんだっけ、花火ありがとうございます。徳明さん、花火ありがとう。うわー、招き猫ありがとうございます。いっす、花火ありがとう。招き猫ありがとうサンキュー。招き猫今売ってんの、ありがとうございます。すげー、時間が、11時か12時ぐらいまでできるかな。1時間やりますか、軽めに。
風船ありがとう。やっぱ背中痛いね。中西ガールさんありがとう。中西マンのところからかな。あー後楽園今度連れてってよ。後楽園一緒に。
髪切りたいな。足立さん3分と決めてやった方がいいよ。タイマー持ってないんじゃない。3分測ってよ足立。厄介なところはそれも2分ルールなんだよね。だ2分でやった方がいいのか3分でやった方がいいのか。スタミナつけるためだったら3分でやった方がいいし、時間体内時間コントロールするのは2分でやった方がいいし、ここ難しいところだよね。
足立さんスタミナ不足になるから3分3セットかね。3分セット、左膝痛いね、今日ね。柔軟もしっかりやんないとね。相手どうなの？仕上がってる感じだった。なんか昨日便所さんの枠でやったんでしょ。相手いい感じだった。見た？みんな。
735さん、これだけやってもまた負けるけどな。心臓マン磁石レブスさん、お前半端なのに何でもやりたがるな、わらわら。猫の目さん、福祉はどう、おはようの。今日休み？珍しいじゃん、この時間帯。これから仕事かな？うん、おはよう。今から仕事やで。今からか。頑張って。
佐々木さんなんじゃそりゃ。最低な。735さん、スケゴロさんも敗戦、どうやっても勝てません。まさきさん、通りすがりの人が笑ってるからやめろよ。
はあ、当たっちゃった。髪の色どうしようかな。和田さんお疲れ様。ちょっと呼吸整えます。ありがとう和田さん、花火ありがとう。あざーす。練習もやっていかないとな。練習会とかもジムにも行ってサンドバッグも叩かないといけないし、スパーリングもやんないとね。まあ、テルチャンピンが結構気合入ってて、テルがいろいろ準備してくれるみたい。とりあえずテル曰く、自転車に引かれとけばボディは効かないから、自転車で引かれる練習しようって言ってさ自転車で俺を引き殺すらしいよ。で、自転車の体当たりに耐えることができたら、みやびのパンチなんか効かないっていう。まさきさんはだちどれに報告。どれに報告？どういうこと？和田さん、車でやればいいか死んじゃうよ車でやったら死んじゃうよボブサップとかだったら大丈夫かもしんないけどね車で引かれてみた。柔軟もちゃんとやんないとな。なんかさ、赤っぽいスーツが欲しいんだけどさ、赤っていうか赤と茶色の中間みたいな、少し赤寄りみたいなさ、光沢のあるスーツ欲しいんだけどさ、どこで売ってるかわかる？誰か。なかなかさ、赤いスーツが見当たらないの。誰かわかる人いる？オーダーとかするしかないのかな？赤系のスーツ。誰か知らない。赤いジャケットと赤い、まあジャケットが欲しいんだよね。下は別にあれなんだけど、もし赤いジャケットとか赤いスーツとか売ってるところを見つけたら教えて。誰か
ケチさん息上がってる。セデスさんどうせ負けるのに練習するの？メトロ地下鉄内さん勝つに決まってるでしょ。これがきつい一番。太ももが痛い。メトロ地下鉄内さん、スンゴは赤いセーターアマゾンで買ってたけど、ゼラとかに行けば派手めの赤いジャケットありそう。あ、三毛猫だ。三毛猫マンション入ってた。出られんのかな。メトロ地下鉄内さん、インポートだから派手めだよ。
吉尾さんパンチの速さは完全に和戸さんのが宮城さんより速い。え、パンチトップスピードでやってみようか。ちょっと満喫をトップスピードでやってみる。やってみる。コンビネーション。スピードテストやってみる。次。万吉おさんみたい。見る？やってみる。Go。よーい、スタート。さん髪の毛の動きが躍動感があってとても良いです。良いです。もう少し太ももいじめようか。今日は腰が回らない分太ももいじめます。メトロ地下鉄内さん仮面ライダーブラクークスケラケラケラ。仮面ライダさん地味だけど相当足にきそう。いや太ももパンパン。終わり。お疲れ。疲れだ。お疲れ。
今日終わり。今日の練習ロードワーク8日目5キロタイムは30分30秒で、軽めのシャドウでちょっとダッキングの練習を多めでやりました。お疲れ様です。ちなみにあのみやびが2キロ走ってあのドヤ顔だは、今僕12分で走ってますね。11分か、11分で余裕で走ってます。はい、2キロ走ったぐらいでツイッターしてるおじさんとは一緒にしないでください。お疲れ、皆さんありがとうございます。お疲れ様です。帰りましょう。野生イテイム2012-3肥満の割に早いな。みーすけさんお疲れ。お疲れ。お腹もねだいぶ引っ込んできたよ。ほらウエストだいぶ引っ込んできたね。ぼっこり乗っかってたのがなくなりました。もう少し絞れるね。ていうかまだまだ絞れる。体軽くなってきたね。今日ね、あののりことステーキ食べに行ったんだけど、みーすけさん本当だ、ぼこりしてたのに、あのパフェ食べれなかった。パフェ半分残したもん。一口食べたら満足しちゃった。甘いのものも取ってないから、これ多分ね本番腹筋割れるよ、このまま続けたら。多分見たことない、みんながあんまり見たことない和道が見れるよ。野生イテイム2012-3甘いもの取らないと寝れないって本当？いや、甘いもの取らないと寝れなかったんだけど、もう体質改善して甘いものが食べれなくなった。一口だけとかだと美味しいんだけど、みーすけさん砂糖も一回立つと楽だね。すごく、ね、寝るときに目覚めが良くなった。口の中がネバネバしたりとか、あの痰が絡んだりしなくなってスカッと起きれる。あと運動してるから眠りが深いね。さあ今日はこの後カメラだ。キャメラ、キャメラ。今回は勝てよ、応援してるよ。ただいま。お疲れ。じゃあ美味しいポカリを飲みましょう。 KP、 うまい。美味しいね、ポカリ。うまい。のりこがいろんなところで放送見てんの本当だったわ。なんかドハマりしてて、のりこが放送すげえ詳しくなってる今。12時間ぐらい見てるよ放送。
なんか喫煙枠で報告があったの。お前の彼女、お前いろんなところでコメントしてるぞっつって。なんかまたね、配信にハマってるらしいよ、のんちゃん。伝説ので愛知 UK さん基地にへこいてもいいですか。どうぞどうぞ、お好きにしてください。みーすけさんツイートでよく見るよ。ツイートでよく見るんだ。コメントしまくってる、ね。なんか配信の話ばっかりしてた昨日。なんか朝日なんところとか、つばにゃんのところとか、ミュウツーとか、あとなんつってたっけな、ところどころなんかすげえ詳しいの。ゆいちゃんっていう女の子もなんか詳しくなってて、誰々は誰々だとか言って、よく、これよくわかんねえから、配信のそのこと。なんかもう楽しくてしょうがないみたい、配信が。なんかあと新八丁となんかつばにゃんが揉めてんでしょ。なんかその話もしてたね。宅海さんこんにちは、はじめまして、大阪の堺市から T と言います、よろしくお願いします。こんにちは。任に3遅くなった、ロードワークお疲れ様。お疲れ様、今終わったところ。お疲れ。うん。顔も少しほっそりしてきたでしょ、1週間前より。亀尾さんお疲れ様。お疲れ。だいぶすっきりしたはずなんだよね、顔が。アグリンさん監督寝てました。あ、ごめんごめん。なんか昨日ね、中西マンがあの死んだとか死んでないとかで大騒ぎになってて、で、あの中西マンの家の住所知ってる人探してたんだよ。救急車呼んだりとか大変だったんだけど、結局ね、あの中西マン生きてるから大丈夫だった。ごめんね、寝てる時に朝方。結果大丈夫だった。ありがとう、アグリン。アグリンさん良かったです。うん。宅海さんは、土さんは映画か何かの監督やってるんですか。映画作ってますね、今。はい、映画作ってますよ。任に三定期和土監督氏のことはプロフィールに書いてあります。映画のことなど初見さん、いろいろ聞きたい人プロフィールを読んでください。それでもわからないことはコメントで聞いてください。お願いします。資産今日の監督イケメンじゃない。そう。なんで今日のって。
ありがとう。風呂入ろう。シャワー浴びて。カメラだ。もしよかったらフォローしてください皆さん。ビースケさん週に4日はイケメンです。資産ワイルドさが出てる走った後。そう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 。ロードワークとシャドウやってきて。疲れのは土監督氏だね。今終わったの。そうそうそう。ロードワーク終わったところ。今日でもタイム良かったよ。30分30秒。うん。最初50分かかった時もうダメだと思ったけど、今回マジでやばいと思ったけど、結構早かったね。やっぱ1週間ぐらいだったね、戻るの。まだ30分切れてないけど、まあまあ悪くない。早くね30分切れて安定で走れるようになりたいね。頑張ります。まあでもね、半年毎日続けることが重要だから、とにもかくにもサボったらもう終わりだから、そこかな。早く走るとか追い込むっていう時期じゃないから、とにかく継続、淡々とやるっていう、粛々とやるっていうね。起きたら走る。うん、まずそっから。資産いいね、アスリート感出てる。うん、いやアスリートではないけど、とにかく起きたら走る。もうそれ徹底してやりましょう。起きて走る、起きて走る。2に3体力つけないとね。うん、まずは基礎体力。1月の目標。6月まで長い戦いだから、サボったらアウト。あとセコンドテル、1人はテルに決まったから、よろしくお願いします。テルも気合入ってるよ、絶対勝たせるって。すげえ気合入ってる。もう負けさせないって言ってる。2に3スケゴロで戦えるぐらいの体力をまずはつけないとね。まず最初の1ヶ月はリハビリっていうのが俺のテーマ。まずその練習する前の段階だと思ってて、その田中さん頑張れ、ありがとう。まずはそのなんつうんだろう、ジムとかに通っても迷惑がかからない、ちゃんとトレーニングについていける体を作る。ビースケさん勝ったらお祝いのカリーで。カレーは食べてるよ、食べてる食べてる。ああ何テルと仲悪くなるわまた。せっかく関係が修復し始めたのに。2に3無理をして身体壊さないでね。うん、大丈夫だよ、ありがとう。うん、大丈夫大丈夫。ビースケさん継続できることは素晴らしい。いや最後までやりきって勝たないとね。うん、最後までやりきって勝つ。ただその勝つためにサボらないことを続けること。うん、コツコツやること。うん、そこかな。まずはもうそろそろ軽くするだけでいいかな。サイドと、またサイドが重たい。本当はね切りに行きたいけど、今日切ろうかな。風呂入ってそのまま切ってから行こうかな現場。うん、じゃあ皆さんお疲れ様でした、ありがとうございます。初めての方はフォローよろしくお願いします。 Twitter とか YouTube、Facebook、Instagram とか、あのツイキャスもやってます。つながりたい人、 Facebook は残り50人しかつながれないんで、
もうすぐ5000人に到達しちゃうんで、もしよかったら早めに登録してください。あと、まあ、ステゴロ3、6月の23日にやりますんで、チケット買いたい人は、便所太郎さんにもう締め切り間近なんで、チケット早めに予約してください。検索はね、ひらがなでワド、で、漢字で監督で、すべてのアカウント出てきます。それじゃあ皆さんお疲れ様、ありがとうございました。あの、収入、ちょっと最近やばいんで、もしよかったら、お気持ち、アイテムいただけると嬉しいです。お疲れ様です。